ハローグンショー T1VS ノンシンパッチ 14.5 パッチが進みましたね。グローバル版はアジール変わらず、アジールこれ直らねえんだ。ノンシンがブルーサイドで A トロックス版、ケイトリン版、バルス版、 A トロバンしてくるタイプか。T1 はそうね、先週 HLE に負けて、その前 Gen G に負けてって感じで、ここ3戦で2回負けてんだよな T1。 特にトップが結構ギャンクでやられてるんだけど、反対側で有利取れないみたいな状況が続いてるよね。でオーナーがリーシンピックすると大体負けてる。別にオーナーが悪いってわけじゃないとは思うんですが、でこのパッチでジャーバンバフされてます。でフェイカーのオリアナがバンされてないので、フェイカーオリアナ取ってきます。ファーストピックでカリスタ、それに対してセナオリアナ、えなんかもう強いんだけど、とても。パッチ 14.5 は TF ナーフ、メイントップナーフ、イブリンナーフ、ジャーバンバフだね。ジャーバンかなりバフ入って。ケインもちょっとバフされたけど、ケインは関係ないか。コグマもちょっとバフされたな。で、マオカイめっちゃナーフされた。レックサイは変わったんだけどって感じか。ちょっとバフされて、あセナ一応9の AD レーシオ 10% 下がってはいるんだね。それでもまだ強いけど、でセラフィンもちょっと変わってシビアバフされて、スモルダーちょっとナーフされたのか。でベイガーバフ、エックスバフ、ウーコンバフ。T1 의벤지켜보겠습니다。다음잘하는정글쪽벤하나요？맞습니다。정글쪽에서아직나오지않은것들이많기때문에실비가좋아하는뽀삐는약간1순위로사려수도있겠다생각이들고요。다이브에최적화된정글이기때문에。네카리스타레나타우디아네타무켄치세나 T1 取りたいもの取ってるよね。많으니까무난한벤이네요。그리고또콜미가되게좋아하는카드이기도하죠맞아요 T1 은솔직히오너가엔게이지캐라했지않아서이마이치난다요나 J4 오리아나가제일相性良さそうだけど거슬리는탑이있으면더자를수도있겠다생각을했는데녹탄뭐약간나ので논신녹탄을우선시켜방식으로한번씩등장하는또오너의녹턴이매서울때가있죠맞습니다세나켄치가들어왔기때문에 T1 은후에가오리아나좀더약간후에強いよ그러니까그냥강제로상황을만들어버리는카드가껄끄러웠던것같습니다아렐 T1 가렐을반쓰른다어떤메이킹가능한정글쪽에서지분たちで取らないで JS 반마지까요리시발빠르게움직이겠다リーシン T1 リーシンマジでうまくいってるの見ないな。前回 DK のジャングラーがめちゃくちゃうまかったりね、キャニオンがすげえキャリーしたりとかしてたけど、逆に敵が J4 を取るとベタ足のセナーとオリアナが危ないと思ったけど、トリスターな、そしてセジュ、TF まだ取るの？ TF このパッチで超ナーフされたはずなんだけどね。 14.5 ですよね。おう、こんにちは。 T1VS ノンシンファーストゲーム始まりました。 13勝3敗 T1 今2位なのか3位なのか。HLE に負けちゃったんだよね。でも、HLE よりかは順位は上なんだっけ。ノンシンは3勝13敗。構成はダブル ADC でダブルタンク。カリスタ、レナータ側で有利取りたいんで、インベードしていきますね。うん、これやらないと正直構成ノンシンあんま強くないと思うんだよな。ボトムで破壊しない限り、やっぱセナケンチ。ケリア、タムケンチ超うめえし、構成的にあんま WADC 強くないと思うんだよね。ジェンジーがうまくスプリットで勝ってたけどな、 DK 相手。クリスターナの運用によるかな。
がむしゃらにサイドをガンガンプッシュできるんだったら T トリスタンは強いと思うけど、で今回 TF かなりナーフされてますよ。 E の AD レーシオが 75% あったのにこれ 20% になってるからね。 50% ナーフで E のダメージも減ってるし、でフェイカーオリアナ10連勝中、グマヨシも8連勝、ケリア6連勝、タムケンチ、まあ、ピックは正直 D1 リーシーンがちょっと不安だけど、チーム的に他はもう超得意なチャンピオンたちを選んでる。ダブルノックアップ、ダブルフラッシュ、あーケリアの Q が当たらなかったが、そんなの関係ないのか、もしかして。あと一発、あと一発、あー食えない、当たる、殺すケリア、침착하게미니언이다지나간뒤에상대방한테스킬을맞춰가지고이거잡아냈네요그렇습니다과감하게그냥적진으로들어가는농심의시도도뭐대단했습니다만결국이렇게교환 ADC 다오샤는대가요나이트파밍크에나그날까라 T1 의가지덩글러들움직임도치열한데아래쪽에서순간적으로한명이컨트롤하는것처럼함께치고뛰어나올때앞으로다같이계획이나오네그러니까요가자앞으로맞습니다우디아이테だから TF 나프されても関係ないっていう考えなのかな。그러나중에와드치면서약간정글에대한압박느껴라라고얘기하고있죠그러다가투닥투닥인데아무래도まあこれ征服書溜まったらねリシーノが強いよ。で Q 当たったら死ぬよ。何やってんの。いいね、ノンシン。いや、よくねえよ、こいつら。お前らやってんな。ジェンジーに雇われたか。おい、どうせあれだろ、プレーオフでオーナーのリーシンが出てくるように仕向けてんだろ。레드정복자리신이기때문에각계전투에서도훨씬강할수밖에없었거든요그렇겠네요뭐야이거자아래쪽아이싸움은진짜근데こんな簡単にリシンにダブルキルが入るんだ심연잠야나서프로같이피하면서이거한발만더때리고뽑아찍기야타무켄치의 W 2人でフラッシュするところまでは良かったけどキルにつながらなかったね。でクレンズもちょっと早かったな。食らう前にクレンズ使ってるから이쪽다시한번軽減はされてはいるけど、スロー入ってた。まあ、ここでトリスターナ・セジュアニでいけるだろうっていう考えだったんだろうけど、トリスターナいけなかったっすね。 HP が少なすぎて逆にオリアナはシールド貼れるんでこっちの方が強い。실제로방금여기서싸움이열렸었기때문에조금더안전하게빠졌으면좋았겠다생각정도는들어요最近 T1 調子良くなくて負けてるけど、さすがに上位チームと下位チームはこうなってしまうのか。ゼウス、ここ最近ゼウスは本当にギャンクに弱いぞ。ただノンシンのトップレーンドゥンドゥン結構強いイメージある。ノンシンは ADC とトップが強いんだよね確か。他が微妙で、オリアナノーフラッシュ、セジュアにフラッシュがあればキル取れるけど、フラッシュないのでキルが取れないんじゃないかな。フェイカーが左側寄ってるんだったら、まあトリスターナの W が入ればいけるけど、トリスターナまだ6じゃないので、殺しきれるか。殺しきった、止めた。うわーこれノンシンいい狙いだったけどね。セジュアニが畑落としたんだけど、オーナー引かない、ウェーブをプッシュする。わお、オーナーウェーブまでしっかりプッシュしてあげて、フェイカーのために。オーナー3キル入ります。オーナーのリーシンの成功体験がこれでプレーオフでリーシンまた出てくるのかな。いやでもオーナー自体はそんな悪い感じでもどうだろうな。前回ピナスのポピーにクソボコられてたけど、いやーでもトリスターの完璧なダメージ交換だったね。トリスターの W がねうまく出ればだったけど、
トリスタのダブルちょっと遅かった感じもしたけど。ソロ간의미드쪽에서는계속전멸이빠져있는상황이기때문에다른라인을정글러들이많이케어하기보다는시야를뚫어놓으면서미드쪽을계속 TF はナーフされて AD ダメージかなり弱くなったけど、それでも AD ビルドのトップ TF。미드정글쪽에서의균형이무너진것도있겠지만아우디相手だから도치미치殺せるわけでもねえしファーム食ってって感じなんすかね。점점아니라결국또교환구도가나왔었기때문에저게세나쪽에서점점더힘이올라올거고아그렇겠죠그래서글로벌골드도뭐1000이상2000가까이이제차이가납니다이야오리아나랜센強いんだよね。でトリスタの射程が短いからこうなると連戦やってるだけでミッド削られまくってドラゴンファイト T1 圧倒的有利取るぞ。でボトムレーンでタムケンチセナリーシンが敵の正常に見つけた。でタムケンチがそっち行くんかい。食べるもう 6？ カリスタレナータまだレベル5よ。しかしカリスタレナータで強引にキルを取って復活。そしてトリスターの方が寄りが早い。なぜならトリスターのウェーブを全て捨ててきました。さっきプッシュウェーブだったのにロームしてきたぞ。これナットワースだよ。これ3ウェーブ失ってからね。トリスターナでけえウェーブ捨ててきたんだよ。連戦できねえから。これソロ級あるあるな。でボトムでキル取れねえし絶対トリスターナ前ブリンクしても。 What？ おおレナータ使ったらいけるんすね。アタックスピードと MA サッパーあるからいけねえと思ったけどいけないことはなかった。いやでもこれグマショーもびっくりしてるだろうな。これ殺しに来るのか。でもナットワースね。これミッドタープレート2枚取られてミッドウェーブ3ウェーブ失ってるからキルは多くノンシンの方が今のファイトで取りましたけどナットワース。터널한번던졌기때문에그다음상황에서는 T1 입장에서정글이먼저와가지고아래쪽주도권잡을수있는상황이었고요자실드이제세주안이레벨6나는데この壁を越えて狙うか狙うがゼウス反応する視界ゼロですよ。와우자그럼아래これ反応するかえぐいね。먼저 T1 이챙겼습니다그래서세주안이가계속ただ体がもろい TF タンク2人相手こすられてタワシャで死んでしまうぞ。セジュアニタワーダイブ得意ですからね。でもセジュアニがトップで見えたんでオーナードラゴン取って逆サイドのレッドバス食いに行く。しかし敵のボトムに引っかかる。ウェーブ的にカリスタとレナータが今動けるタイミングだったね。セジュアニもすぐにボトムに帰ってきてレッドバフ守ります。しかし見てください、このミッドの CS もさ、トリスターナキル取ったからよかったけどね。あれでアシストとかで終わってたら本当にミッドレーン終わってました。でもレベルも負けてるしやっぱ経験値差っていうのはでかいぞ。でオーナーがここで狙われるが逆に入っていく。オーナーが捕まったかのように見せかけてセナのアルティメットタムケンチオリアナのシールド全て持ってた。なんやオーナー最強か。前線つれトリス。バンパリックセプターからのマーキュリーブーツ。コアアイテムいつ出てくるんだ。前線きつすぎるからバンプ行ってマーキュリーブーツまで行って。さすがにフェイカー前出すぎやろってことで仕掛けに来る。フェイカー売るとない。おいキルパックしやがったこいつ。さすがにフェイカー前出すぎたね。タープレートあと1枚取ろうっていうところを狙われました。このファイトね、トリスターナ前ブリンクして、わお、素晴らしいキック。
지금 리신은 그냥 신입니다. 리신 스탠다드 스카이 컴플리트. 세주안이모 최근 하야리노 키시노 치카이 컴플리트 してますね. 가격이 違うな. 결국에 반턱 제외하고 뭐 다양한 지역에서 정글 끼고 싸우면은 오. 요크 니게다네 도리스타노. 거리 챔프지만 엄청 치열하게 득점전을 하고 있고 그리고 또 말씀하신 신 리신과 크루 그러니까 여기 밀리는 쪽이 게임이 밀리기 때문에 계속 야 2v2와 타와샤じゃなければ 우리아나 리신과 또득이다요나. 여기서 지금 세주공이 또 아까 빠졌어 가지고 세주안이노 울토모네 사키 쓰갔다노 미테마스카라. 우리아나 타와시 敵の타와샤で 攻めまくるね. 도리스타나 웨이브 클리어를 する. 웨이브 클리어じゃない 라이프 스틸か. 야, 근데 페이커는 帰りませんよ. 오메가 帰らないんだったら 俺は 一生 타나그리続けるからなと. 오, 세나노 알티메트まで. 야, 그래서 페이커는 오리아나 반사れるんだよね. 랜센가 強すぎる. 오리아나っていう 캐릭터. 우마이 야츠가 使うとな. 여러 가지 구전 장면이 나왔었는데 사실 농심 레드포스 입장에서 바텀도 랜센 사이쿄 캐라. 되는 라인이거든요. 근데 밀려 버린 셈이 된 거고 아, 여러 가지 구전 끝에. 네. 그러다 보니까 게임이 그냥 계속 불편한 건데 그럼 여기라도 그러면 아까 전멸 TF가 사모나 스펠을 전부 썼다ので これ 狙ってくる. 다메이지 다릴까? 오타가이니 탱크 아이템しか 持ってないが フィジカルで 고리 押せるのか? この 2人だったら ちょっと怪しいけどな. 殺しきれない. タムケンチまで来てる. フェイカーが 来た. ゴースト 使ってる. ウリアだから ギリギリ 逃げられるか? 避ける. 솜씨팀은 안 쓰네요. 와, 그래서 이렇게 되면 결국 뭔가 노림수를 하려 그래도 아까 강조하신 대로 T1이 애초에 글로벌 궁극기도 많은 데다가 합류도 빠르다 보니까 커버도 계속되고 있고 그래도 방금 오리아나가 전멸 빠졌으니까 코토시 마마하는데요, 나 거라. 세 명이 노리는 건가요? 그러면 너 전멸 없지. 아, 그럼 타워만 깨고. 오라이 페이카 타워를 取って どう 動く? 이거는 잡을만은 할 것 같아. 나 그 레나타 못 올 거 같다. 아, 근데 미니언이 当たると 못 오른. これクラッシュレナータがワンチャン使っても届かない。でトップに人数割いたからミッドとドラゴン。聖火オリアナでルーデンなんだ。 교환이 굉장히 타이트하게 이루어지는데 기본 베타시 캐라 때 세라프 이끈다けど 타리아 시카리 페이 시카리 근데 랜센 초強気で 行きたいから 一応 この 아이템은なんだ. この 아이템은 弱いっちゃ 弱いけどね. さすがにでも 序盤は セラフ よりかは 強いから 랜센 이지메르 っていうことで 積んでるのはね. 많이 단단하기도 하고. 야, 타워 플레이트가 どっちみち 消えるから ってことで トップ側に 出向いて トップで キル 取って T1 페이커 その 타워 壊して エクセキュート されて ミッドに 繋げて ドラゴン 2つ目 取って 15分で この インナー 타워を 殴ってるよ セカンド 타워を. 환돈 프리크스가 去年 言ってたやつじゃんね. スクリームで 疲れた 픽が 出てきて 14分で セカンド 타워 壊れて ゼウス 倒したと思ったら ネクサス 壊れてたって. 정글 쪽에서 CS 차이가 꽤 많이 나고 있어요. 최근 관돈 どんな感じな? 아, 막히込んでるよな. 그래서 지금까지 구도는 바텀 2대 2 구도, 미드 정글 2대 2 구도, 특히 미드 정글 2대 2 구도에서 좀 균형이 크게 무너졌던 게 전방위적으로 영향을 끼치면서 많이 좀 안 좋아졌다고 보시면 될 것 같고요. 네. 그 과정에서 세나켄치오네. 세주안이가 제일 좋아하는 것도 계속 맞대면서 교전 레드가가 털어놓을 때 나카나카 미나요네. 대체 파스 픽을 시작. ブルーサイドがだからレッドサイドが絶対バンなんだけど. 今回 T1が オリアナとセナを 取りたいものを全部取っちゃったから. フェイカーこれはさすがに反応できず. ストップパッチ 時間は稼ぐ. フラッシュもある. セナのアルティメットもらう. フェイカー フラッシュを切らねえ この男. なぜならフラッシュ持ってねえからだ.
なんか最後まで我慢してんのかなと思ったら使ってた。いやウディアもなんか HP ないんだけどボトムタワー守れねえ。결국은본인들이뭔가시도할때마다하나씩내주면서그교환비를좀찾아야된다라는거니까요농신입장에서는어쨌든힘들지만 TF 나그사れてんだけどね AD 빌드도かなり全然強えな。어떻게든정해보려가는그의지를꺾이지않았습니다다시으어또페이커다페이커あったらフェイカーこれ反応してたな。이런건되게잘노린건맞거든요단지상대합류가빠르다보니까스톱받죠그래도빨리마무리하기에도약간데미지도부족하고그래가지고그쵸그리고그과정에서세주가킬먹는것보다트타가먹어야되다보니까야세주가킬을떴때는다요네사기까라시간을좀지연시키고말았네요네그리고뭐페이커를살리지못했습니다만동료들의백업도최대한빠르게이루어질뻔도했고요자다음영세번정이될텐데요 T1 입장2분안쪽으로갑니다그래서이게반격이나오고있긴하지만근본적으로게임자체가最近 T1 가 DDoS で狙われて配信できないらしい練習できないらしいねケリアが T1 のなんか配信のノルマが達成できねえみたいなことをなんかすごい言ってたらしいT1 どんな状況であれノルマクリアしなきゃいけないらしいんだけど LCK もやられてる DDoS でネット破壊されて落ちるらしいね、うん、T1 だけ狙われてるらしいな。でも最近だと配信外でやってもなんか落とされるって聞いたから T1 練習もできてないらしいね。スクリームはできてんだろうけど企業の最近不調なのに MSI そろそろあるのにマジでクソだな。この前の CR カップも DDoS のせいでやり直しになってほぼ勝ちの試合リメイクされて俺マジで悲しかったから。マジで DDoS ファックだ。그래도한번먹으면좀인디긴그래도한번크게크게잡으러어크게가비안가능합니까내가반대요비안아여기있다어근데또친구들우리야빨리야敵のエンゲージナス。でもセナがちょっと遠い。人数的には負けてるぞ T1。 トリサナうまい。タムケンチが救う。いやー、うー、誰も死なないの4対5で。おわっ、ちょっと待って、5対4。セナアルティメット打っただけだぞ。マジかよ、誰一人知らないんだけど。これゼウスがトリスターナを狙うところ、これバフ、あ、ナーフ前だったら殺してるんだよね。ナーフがクソ効いてる。あ、殺してたわトリスターナ帰ってきた。人数有利あるからトリスターナがレナートのアルティメットを W もらいながら突っ込んだが、タムケンチが救っちゃって、あとはゴールド差とフィジカルの差で出よう。저탐캐치먹은탐캐치입니다그렇습니다힐도잘먹었어요 CS 도먹었고요다메이지가다리나이네라이브상에서그렇죠예바론이넘어갔습니다이제는뭐스노볼을쭉쭉끌릴수있게끔바론버프미니언도에달리면서갈수있는거니까요예전령도굉장히이제텐션이떨어져보이시다 그렇죠아니타워에받고싶거든요타워보지도못했어요오너의리신でも勝てるってことですな。전령눈이좀흐리네요현상금이라도어디좀모여가지고뭘할캐리어가네플레이메이킹사포트やればいけると思うんで全然。でもナミルシアンからのリーシンとかだとプレイメイク要素がね、 CC がないからフロントがないから、うん、今回タムケンチ、セナケンチ取れたから正直詐欺じゃない。サポートでファーム食えるタイプだからさ。どうなんだろうね。プラスノンシンが正直序盤ガチでトロールしてリシンで2キル入ったから。フ
プレーオフどうなるかね。3月30日から始まるらしい。あと10日ですよ。결국바텀쪽에서주도권잡은다음에칼리레나타의약간변수이용하기하고싶었는것같은데뭔가맵장하게하얀들고있는모습이나오다보니까틈을찾기가어렵네요네그리고탑공략아직까지뭐바람파플리를뭐신나게굴린건아닌데이제마무리한번잘해봐야겠죠아까차라리사이드보다는우대호가나은데굳이따지면그러면지금아닙니까네근데이게돈차이가너무심해가지고골드사가 11,022분뭐게임을완화시킨그래서바론떴대오리아나나フェイクのアルティメットがブース刺さる ADC2 人に入ったぞダブル ADC 構成で ADC に入ったタムケンチスクープうわー今のさ多分レナータ殺すと思えば殺せたんだよね QW でフェイカーでもトリソナ狙ってなかったいやヒールエグ23分前に終わっちゃった早っレース